どうも、こまでーす。はい、今回は没動画紹介ということで、今年の9月ぐらいに没にした動画をなんか写経残してたんでね、これをちょっと紹介していきたいと思います。以前にも1回没動画紹介やったんですけど、今回第2回ということでやっていきたいと思います。で、今回4つのゲーム紹介するんですけど、今回ちょっとクソゲー率が高いかなって個人的に思ってるんで、あまりね、おすすめできるゲームではないね。僕が実況面白くできひんたっていうのもあるけどね、ちょっとゲーム側も悪いよと僕は言いたいけど、はい、やっていきたいと思います。はい、一つ目、ジャーマスビッグアドベンチャー。このゲームはね、なんかジャーマスさんっていう外国人の方を操作して進んでいくアドベンチャーゲームなんかな。まあ無料やからやってみたんですけど、まあこのゲームはね、やる前から多分赤いやろうなと思ったんやけどね、まあやってみたらまああかんかったなっていう感じのゲームです。まあ見てください。見たらわかる。どうぞ。レッツゴー。おお、殴られたんですけど。どうも、コマでーす。多分タイトル的にジャーマスさんが活躍するんかな。ポイントがジャーマス。イエーイイエーイ、めっちゃ手振ってるけど。へいへいへい、聞いてる、聞こえてるよ、ジャーマス。軽快なダンス、このステップよ。ジャーマスビッグアドベンチャー、ジャーマスさんの物語が始まるわけですね。なんかポイント稼いだけど、動きます。この動きよな、これがジャーマスよな。まともに前見てへんやろこいつ。ういうい、めっちゃなんか危険って看板多いけど、デッドエンドって書いてあるよ。入んな入んなってめっちゃ看板で言われてるけど、ジャーマスいけるそれ。さあ、なんか穴を見つけました。入りたいの男にプレス2ジャンプ、行きましょう。さあ、ステップ踏んでジャンプ。どうした、トムとジェリー的な感じ。一回空中で静止するやつ。それはおかしいやろ、お前が入ろうと今ジャンプしたんちゃうんかい。この演出力の低さね、これがジャーマスよ。なんか歩き方落ち着いたね、前向いてへんけどな。若干カメラ目線意識してるよな、ジャーマス。ジャーマス、このゲーム面白い？これあんまあれやで、ジャーマスさん、見どころなかったらボツにするから隠しといてや。何これ。オーバーは、おお、ヘルメットどっから出てきた。ルートゲット。バットそれ。ジャーマスさん野球選手やったん？おお、まともな歩き方になったね。若干小走りなんかいい。RT。あ、攻撃技覚えたってことね。このジャンプでどこ見てんねんこいつ。ウィー、ジャーマスさんが暴力を覚えました。これは勝てる。何が目的なんこれ結局。ちょ、箱を破壊すると右上のゲージが増えてる気がする。ジャーマス、ジャーマス、ジャーマス。めっちゃ転がるやん。ジャーマスさん運動神経高いな。これ転がってるか、足速いか。あ、ムービーです。うわ、誰これ。顔恐竜、若干恐竜化してんの。小村さん意識してる？このゲームもしかして。ザ・ジャーマ・レプター。こいつもジャーマ一族やるんか。バットでボス戦もしかしてね。これビームくる。ああ、え、打ち返しました、打ち返しました。なるほど、基本あれで打ち返して倒すよとか。あいつは雑魚敵なんかな。これからいっぱい出てくるってこと。よー、ナイス、来いよ来いよ来いよ。へい、これがジャーマスさんの力よ。ふい、ナイス。どうもどうも、みんなありがとう、ありがとう。ポイント稼いでいくよ。勝手に地底世界に入って暴れまくっていくよね、こいつ。めっちゃいるやん、こいつは。地底人かな。ふい、ナイス。あー、ぶった間違えた。ボス戦か、ついに。わー、強そう。強くなさそう。ヒゲでか。ザ・ショック・ワーロック。俺は勝負や。はい、大丈夫、殴っていい、弱っと。まあね、こんな感じよ。ストーリーもよくわからへんし、日本語じゃないから、多分日本語訳されてたとしてもわからへんだと思うわ。まあスチームにあふれ返ってる数あるクソゲーの中の一つやね。でもスチームにあふれてる、めちゃくちゃ意味わからんね。前回やった魚のゲームみたいなクソゲーとは違って、まだちゃんとしたゲーム性あるから全然いいとは思うけどね。無料やったし。
あとこのジャーマスさんの動き多分全部写真一枚一枚撮ってコマ、なんていうの、コマ送りみたいなアニメーションで作ってるのはすごいなと思ったからね。なんかアピールとかでポイントとか稼げるからね、もしかしたらちゃんとゲーム理解したら面白かったのかもしれんな。ちょっと日本語訳できていいんだから僕早々に諦めちゃったんやけど、まあ、こんな感じのゲームはね、まあ一発ネタにできるかなって思ったけどね、ちょっと僕が面白くできんだな。はい、次はシュートフーズ、ちょっと読み方自信ないけど、主人公を選んでその主人公がなんか大砲にセットされるんですよ。でその大砲で主人公をぶっ飛ばして、まあ、めちゃくちゃその飛んだ主人公が、ね、壁とかにぶつかってバウンドするんですよね。でなんか建物とか物とか壊した数でポイントとか入るんかな、ちょっとルールわからなかったんですけど、でそこら辺にいるなんか動物とかね、人とかにぶち当たったら、そのぶち当たった人とか動物が手に入るんですよね。で次はその手に入ったやつらを飛ばすこともできるみたいな感じなんですけど、見たらすぐ分かる通りめちゃくちゃバカゲーなんですけど、結構実況向きのゲームかなって思ったんですよね。これはいけるかなって思ったんやけどね、やってみたら想像以上に面白くなかったんですよ。まあ見てくださいという感じで、どうぞ。大丈夫さん、おっさん面白くないわ、おっさん面白くないわ。やっぱ飛ばすなら女の人やろ。どっかあそこら辺に当たってバウンドするか。ちょっと待って、適当に進んで、はいってどこやろ。あー、想像が、よし、ナイス。どなんだなんだ。で、このまま、どうしたらいいの。しゃぶねえなー。どうしたらいいんですか。痛い、大丈夫お姉さん。それ乗って帰るじゃん。よし、そのまま、後ろに戻りましょう。わよしよしよし、いやいや、来た、帰ってきた。こっから、あの犬に当てた、あの犬、右、お姉さん、右。お姉さん、起き上がるか、お姉さん、起き上がりそう。お姉さん、バカそう。何もせえへんのかい。ちょっと待って、あの犬欲しいんですよ。あの犬、あそこに行けへん。これ、行けへんよな。いいよ、犬、そこにいるか。いけ、もうちょい、お姉さん、あと一歩。いいね、こっちおい、さすが、寄ってきてくれた。あかんの、時間切れか。いいね。むずい。謎にむずい。犬隠れた、いるそこに。お姉さん、今どうなってるの、下がわからない。どこや、犬どこや。犬近いけど。バウンドするか。さあこっから跳ねて犬に当たってほしい。どこ飛ぶねん、どこ飛ぶねん。わー、入ってて、弾力性のあるおっさんで、電柱にいい感じに入って帰ってくれんか。あー、ちょっとやりましょう。変な、いけ、よし、来た、よし、犬ゲット。これでアウー、はい。まあキャラクターによってね、ちょっと操作の仕方が若干変わるね。という感じでね、もう僕はこのゲーム飽きました。はい、ありがとうございました。この可愛い寝顔を見て終わりましょう。まあこんな感じです。ちょっとルールが分からへんたんが痛かったな。多分ステージのクリアとかがないんすよね。何か目的とかあったらね、ワンチャン面白かったかもしれんねんけどね。土台だけ用意されて、さあやってくれっていうのはちょっと苦手なんですよね。何か目的が欲しかったな。一応なんかキャラクターを集めるみたいな解禁要素とかいっぱいあったけどね。ちょっと合わへんだなっていう感じのゲームでした。はい、次はブラインドドライブ。このゲームはね、面白かったんですよ。音だけで車を運転するっていうゲームなんですよね。主人公が目隠しされて道路を逆走しろっていう指令を下されるんですよ。これが何でか分からへんねんけど、耳だけを頼りに、今右から対向車の音が聞こえていいなと思ったら左にハンドル切って、左から音を聞こえたら右にハンドル切るみたいなゲームなんですよね。でまあゲーム性もちょっと斬新で良かったし、もうストーリーが結構気になるんですよね。なんで主人公はこんな風にやらされてるのかみたいな、ちょっと B 級映画みたいな、あの会話の掛け合いとかもあって、そういうのがねちょっと気になってるゲームだったんですけど、まあちょっと見てもらいましょう。どうぞ。目隠してる状態で始まったってこと、ドライブが。ブレーキ効かへんの、なんてこった。自動運転も完成してたのか。ハンドルは僕操作ね。 OK、 逆走してんの。
あ、これ運転するゲームの？ミア、聞こえてます、聞こえてます。はい、はい、ミューさせるのね。了解。はいはい、右から音聞こえたら左にハンドルを切るんやね。全然実況に向いてへんな。うわー、今かわした1ポイント出たけど、僕も想像したゲームと違うわ。はい、頑張ります。ちょい、いや、もうちょっと僕を導いて。ちょうど電話気になって、死ぬ。ちょっとどれやろ、終わり。どっち、右左どっち。回復したわ、なんか知らんけど。何、車直ったん、こっち。あー、間に合わんって、これめっちゃ難しい。じゃあどっちや、こっちか。あぶねー、こっちか。嘘、逆、こっち。合ってるか分からへん、自信がない。痛いって、分かんねえ。はいはい、かわした1ポイント。小原さん1ポイント。こっち2ポイント。ポイントが増えたら通り過ぎたってことだな。それまで方向機ベタ押していいよ。危ない。4ポイント。はい、5ポイント。6ポイント。はい、7ポイント。うわー、8ポイント。こっちか、オッケー、9ポイント。分かりにくい、結構すれ違う車の種類によって聞こえにくいのがある。僕の耳に対応してん車があるぞ。あー、痛い、早いよ、絶対飛ばしてたやん、対向車。こっち、当たるかい。絶対正面衝突したわ今。こっち、ナイス、11ポイント。どこだ。もしもし、2回事故りましたけど。なんで信頼回帰生まれてるねん。マジでデスゲーム始まってるやん。おお、何これ、ドラマ性あんの。自転車を跳ねればライフが増える、マジ。ありがとうな。I'm sorry, alright? I can't control the fucking car! ちょっと分かんねえ。おう、髪置け。ちょっと、無理ー。あ、今のチャリやった。今、引き殺しちゃった。こっちか。チャリ来い。OK。チャリ来い。殺せ。痛い、チャリに惑わされたわ。とまあね、実況向きじゃなかったね。いやー、ゲーム自体は面白かったん、ストーリーも気になってん、ただ実況向きじゃなかった。僕が今何してるかとかちょっと分かりにくかったやろ、だからちょっとボツにしました。まあぜひ気になる方はご自分の手でやってみてください。はい、最後はステートオブサバイバル。このゲームは結構知ってる人多いんちゃうかな。一時期めっちゃ広告打たれたゾンビゲームのソーシャルゲームやね。まあ、動画内の雑談とかでこのゲームの広告めっちゃ見るよなみたいなね、藤原竜也に会いたいわみたいなこと僕言ってたんですよね。じゃあコメントで今日のゲーム実況してみてくださいよみたいなことがあったんでやってみたんですけど、まあボツになりましたね。2時間ぐらいやったんやけど、なんかね、この海外サンドゲームあるあるやねんけど、なんかいまいちよくわからへんだみたいなストーリーが、なんか話がよく飛ぶんすよね。なんかよくわからへんなと思いながらね、まあ結局よくわからへんまま2時間経過して時間無駄にしたなと思いながらやめたね。藤原竜也も出てこへんし、出てこいよっていうね。まあ見てもらいましょう、どうぞ。そんなノースリーブでいいの君ら、ゾンビに噛まれますよ。袖ある方がええんちゃう。まあ建築力すごいな、さすが人、人間。はい、テンション上がってきたい。やったれ、もう取られたんやな、ゾンビの世界。おっと、さあこの世界において日本刀をかざす、終わりかい。どうか、藤原竜也いいヒントやん。
おお、飛ぶね飛ぶね。世界観お前合ってなくね。諦めちゃダメ。なんていうのこれ。ななみ、ななみちゃん。数が多すぎる。とっておきの技を使うよ。ななみちゃん女子高生それ。それ服どうなってんの。あ、こういう系な。スパロボもしかして。あ、想像と違ったな。想像と違うな。何それ、めっちゃファンタジー要素入ってて分身してるやん。私が引きつけるから隙を見て逃げて。じゃあねマティちゃん。お前も逃げるんかい。かせん。しかし順調に進んでます。うん、相変わらず露出度高いな。怪我してるじゃない。大丈夫ですか。噛まれてへんそれ。右手気になるわ。隅腕ちゃんと見せろお前それ。おいおい、マディの怪我。お前はなんで袖があるのに袖まくってんねん。じゃあ帰るね。一人で戦ってんのかな、アミちゃん。さよなら。待て、外は危険だ。絶対こっちに狙ってるやん、僕のこと。やめて。冗談はやめろ。女を仲間にするのか。俺は絶対に認めねえぞ。ウィリーさん、君の隣に女性二人いますけど。ウィリー、今僕何してんの。説明ないよ。おいしい。トマトってこんなに甘かったんだね。めっちゃ言われた通り進めてますけども。主人公ベッカやったん。あームービー入りました。さあナナミ主人公じゃないんやで、こいつらメインで進んでいくんや。犬がやんちゃんに走り回ってるけど、あ、犬とは仲いいんや。このさ、いち早く敵に気づいた。多種多様の武器使うなこいつら。夜中に泣き叫ぶクソってるわ。泣いてた今。奴らが群がってくるぞ。誰か泣いてた。武器を持って状況を確認するぞ。警戒を怠るな。了解。状況を確認するって言いつつなんか基地育ててるけど、めっちゃなんかだってほら、状況確認するぞって言ってからこいつら普通にトマト農園のトマト農場育ててるで。え、さっきの何、焚き火の前の敵はどうだった。あ、ナナミちゃんどうした。話飛ぶな。あの百戦錬磨ナナミちゃんがゾンビ一旦やられかけてる。そんなバカな。ナナミ今一瞬バッチラしたぞ。さあいける。いやあのふらついた足でこの跳躍力。さあ首を一刀両断。ちょっと子供には見せられない映像流れてます。鬼滅の刃みたいになってます。あー大丈夫ですか。右ちょっと治療はしてるっぽいな。なんでこの人いつも一人な。ちょっと気持ちよさそうな顔してる。ええ、腹切り、日本特有の。ナナミ、お願い、一緒に来て。マディさんどこにいたん。今のムービーここじゃなかったやん絶対。準備はいいか。行くぞ。行くぞ。どこに行くの。どこに行くの。アンデッドを相当せよ。はい。今行くぞナナミ。ナナミどこにいんねん。はい。さっきのムービーと話繋がってなくねっていう。この杉田さんのセントリーめっちゃ強いと思うわ。ここのアンデッドたちを見くびってた。さっきなんか夜の街並みで腹切りしようとしたけどね、いろいろ状況が僕おかしいと思うけどね。荒らされてるよ、荒らされてるよ。基地入られてますやん。お、出番や。ふざけんじゃねえよ、アンデッドが迫ってくるぞ。さあ大口叩いてるウィリーさん、つい出番来ましたよ。そのバールでやっちゃってくださいよ。めっちゃ来てる。みんな建物の屋上に避難するんだ。避難するんだ。撃て。誰、しないとできた。急にしないやつできた。いつの間にこんな仲間が。そ、知らん、その戦車知らん。僕のところで知らん仲間が増えていってる。危なかった。なんとか説明して、説明して、マディさん。マジで今の兵隊何やった。何、ラーチャーレベル1、ゆっくり着実に脳を侵食していく。怖い。はい、じゃあこのレベル1ラーチャー倒していこうか。なんかいつもとちゃうくない。いつまでさ、その中なんかルールちゃうやんこれね。これなんか勝手に進んで勝手に進んでる。集団戦始まった。勝利しました。やった。何やねんこれ。今まで育てた基地の軍事力でやるなんかボス戦みたいな感じかな。なんであれだけ一切説明なかった。ビビるわ。いいね。どこ、ムービー入ると場所飛ぶねんなこのゲーム。さっきまでこんなんなかったやん。
ずっとなんかロードのぐるぐる回ってんやけど、 YouTube みたいになってんやけど、ぐるってるんですけど、なんかエレーすんねん。どんどこ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 盛り上がってるよ、曲が。唐突に謎のムービーが始まりました。空を舞う一面の桜吹雪。あー強い、弓矢キャラ好きやわ。さあ、あえて近づこうとしてるけど、スタイリッシュ。うー、めっちゃ近づかれてますよ。わあ、今のキリッとした顔ね。何これ、僕今何見せられてんの。わあ、黒い。神域を汚す者たちを私が払いのけます。もう汚れちゃってるけどね、そいつらの死体で。何これ、仲間になった演出。誰、あ、ダリル、ダリルや。え、急にできたんやけど。はい、ということでね、最後にあの海外ドラマのウォーキングデッドの人気キャラダリルが出てきて終わるっていうね。もう2時間やってやめときどうしようと思ってさ、ダリル出た瞬間今やって思ったな。今テンション上がったこの瞬間に終わるべきやと思って終わったね。いやー、なんか話がどちらかったんですよね。もうちょっとまとまってほしかったな。多分これあれやな、海外でそこそこやってるゲームを日本に輸入してきた感じやと思うから、もうなんか出来上がってるんですよね。こう出来上がってるソーシャルゲームってやること多くてさ、ちょっと初見の人入りにくいやん、新規の人。まさにその状態に陥ってたからね。できること多いけど、どっからやればいいんやろって感じで、2時間ね、迷いに迷ったね。っていう感じやった。まあ無料でできるんでね、興味持った方はぜひやってみてもいいんじゃないですかという感じで。はい、ということで今回ボツ動画4つ紹介しました。まあまたボツ動画いい感じのがたまったらね、またやろうかなと思うんですけどという感じで。はい、ありがとうございました。明日も多分動画上がると思うんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。